赤の視聴者テレビ塔からの眺め赤の視聴者は、ドイツ・ベルリンの視聴者で、ミッテク・ミッテ地区にあり、アレクサンダー広場近くのラートハウス通りに位置している。市長とベルリン市の行政組織の本拠地。目印となる建物の名前は、赤い皇室レンガによる認めのデザインに由来している。この視聴者は、ヘルマン・フリードリヒ・ベーゼマによって百六十一年から百六十九年の、 間に、北イタリアの正キルネサンス様式にて建造された。今日のポーランドに属するトルンの古い視聴者をモデルとし、塔の建築様式はフランスにあるランダイ制度を忍ばせる。通りのブロック全体に沿って建っていた中世からの建築の多くを取り壊して建てられた。ベルリン内空襲によりこの建物は大きく破壊され、1951年から1956年の 間に元通りに再建された。戦後、市役所の機能は、破壊を免れた、新市庁舎、及びパーオギールストラッサにある、ベルリン市営火災保険の以前の本部である、フーアーザ・ネートへと移った。これらの建物が1948年9月までは、ベルリンのすべての地区の、またその後は、ソビート占領地区だけの、市の臨時の行政中心施設として断続的に、 利用された。赤の視聴者は再建された当時は、ソビエト占領地区に位置しており、東ベルリンのラートハウスとして利用されていた。西ベルリンでは、シェーネベルク区庁舎が資産次会の所在地となっていた。ドイツ再統一の後、統一ベルリンの姿勢は1991年10月1日、公式にここに移転した。ありがとうございます。